何これ。お前は生まれたところに帰るのが一番いい。おいお前、俺に協力してくれないか。力を貸してくれ。ところに帰るのが一番いい。お前と俺は相性が悪いかもしれない。お前にはもっと可愛がってくれる親がきっと現れるはず。今までありがとう。興奮と期待、希望、すべてを俺にくれたお前に感謝しているよ。わーにー、買い取りカウンターはどこだ。これここで買ったやつなんですけども、はい、売りたいんで、はい、どのぐらい査定かかりますかね。ああ、わかりました。お願いします。キューピーが500円。はい。服は？服は文書です、これは、ね。あ、服込みで500円。服込みで500円。はい、あ、わかりました。これで大丈夫だ。すべての邪悪なものはすべて取り除かれた。この店に置いてきた。だから今日から勝ち続けられるに決まっている。ああ、全てはあいつのせいだ。ここからが男の勝負、正真正銘の戦いとなる。期待値はもちろん引きで全て今のマイナスを覆し10万勝ちまで持っていく。震えて眠れや天地は。
き上がらないでくれよ。また待ってるぞ。
金使ってると思ってんだよ。やっと光ったよ。おい、もう焼きクソになってたわ。頼むぞマジで、これビッグじゃないともう死亡だぞ。もうどんだけ負けてんだよ。もう計算もできねえぐらい負けてるよ。頼む、トータル収支お前もう10万1万よ。せめてビッグをくれ、ビッグくれ、頼むビッグ、ピックくれ、お願いします、お願いします。そんなわ、10万負けました。もうダメだ、このデスマッチ俺の負けだ。
ど負けた。はぁ、クソほど負けた。はぁ、クソほど負けた。もう、しんどがいいよ。こんなに長期間戦ってさ、こんなに長期間戦って、結局10万負けるの。10万、もうお金もねえよ。計算金は確かに1万1000円ぐらいしかないわ。1万1000円。もうちょっとポンコツさんに迎えに来てもらおう。ポンコツさんにちょっと迎えに来てもらうわ。あ、もしもし、ポンコツさん、残金が1万1000円しかなくてですね、ここら辺ってなんか ATM とかないじゃないですか。で、僕クレジットも持ってなくて、ちょっとポンコツさんも、あの、お金後で払うんで、ちょっと迎えに来ていただけないですかね。かけがえのない友達がいるんだよ。いやー、ほんと申し訳ないっす。ほんとにこんなとこまで、あの、呼んでしまって。いやいや、もう、ね、大変でしたよ。今そうでしょうね。何時間かかると思ってるんですか、ほんと。いや、まあ、ついこの間三重に来て打ってたのにもかかわらず、まあ、こんな打ちもしないのに呼ばれるという。まあ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 、いいですけど、どんぐらい負けたんですか。ええ、トータル収支、うん、10万500円負けです。まあまあまあ、そう、10万負けた。負けました。12日ですかね、11日ですかね、どっちか忘れちゃいましたけど。あ、はい、そんだけ戦って期待値を結構追い続けて、はい、10万500円負けプラスネカフェ代がちょっとかかってまして、で、まあ、いや、帰りのちょっとね、お金がなくて、クレジットカードも僕持ってないんで、ちょっとまた今度お支払いするんで、ちょっと、ください。かわいそうなんで、もう行ってきますよ。やったー、ね、やったー、やったはっ、あ、また来ちゃってよ。10万負けたのにまた来たよ。76番。はあ、10万負けたのに、ああ、また来ちまって。本当に帰る予定だったけど、まあまあまあ、ワイルドロデオとか、もう僕が打ちたいのをとりあえずぶち込んで動画撮って、動画投稿して、まあ勝っても負けても、まあ延長戦ということで、まあ動画投稿したら大阪帰ります。まあまあまあ、10万負けたのはもう負けたんでね、まあ企画の延長戦ということで。未来風がそっと濡れた頬を拭えば、辛い過去もきっと吹き飛ばしていく。 I just keep dreaming, 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 tired。え、僕のキューピー売れてない？